小栗浩介のスケタザマサ絶賛稽古中でございます。今日はちょっと人数も少ないということで縦稽古、まあ、数少ない縦なんですけどね、その縦稽古を私菅原が小栗自らが取っております。ちょっとどうしたらいいか分かるんですけど、それを見てみますかね。おとやさん、おとやさんが縦の縦を見てくださってますね。はい、あ、今回初参加の秋元くんです。これ姉さん、姉さんこれ ズームだよね、ここがね。OKOK 、はい、横山さんです。この作品縦がねあんまないんですけどね、このちょこっとしか。だからこそちょっとせっかくの縦シーンなんでこだわってやってきたんですよね。このふざけた男が片野さんもこっちに来させないようにした今やってるんでね、話しかけてきました。ということで縦稽古中です。小栗自ら俺が行く第2回です。横山さんが縦稽古やっております。さっきは斉藤がやってたんですけどね、横山さんがやってます。この秋元と横山のペア B キャストですね、佐田と柴さん。久保さんです。あ、これ久保さんか、久保さんの盾を今大役で秋元が入ってます。伊蔵やってた人ですよね。伊蔵やってました、過去に。じゃあ盾はバッチリだ。さあ、新宮音屋さん、盾新宮音屋さんの指導でございます。来てる、菅田さんのバッチャと。いやー、勝ち筋が綺麗ですな、兄さんは。次の手はそんなに急がないです、これをしっかり。小栗自ら俺が行く第3回でございます。サダさん、あ、ババさんもいます。ババさん、今回初参加のババさん、盾終わった、終わりました、バッチリ。はい、じゃあなんか3人で、はいはい、じゃあ一言、頑張るぞ。はい、仲良し3人組でございました。奥とふざけてる、ふざけてる、ふざけてるよね。ふざけてないです、稽古だからね。結構、はい、結構終わりました。いつも稽古場でふざけてる顔してます。ふざけてる元か。ということで、じゃあ明日からまた稽古頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。頑張るぞ。